富田浩生です。躍動する大都市、今しも夜が明けようとしている。網の目のように張り巡らされた高速道路、一台の見慣れぬスポーツカーが疾走する。何を隠そう、この車こそ今世界の注目を集めているエクレール Z7、 世界最高速を誇るスポーツカーである。カメラはこの Z7 スポーツカーの走りをダイナミックに追う。圧倒的なスピード感の中で都市の景観が美しく流れていく。突然周りの風景が大きく歪んだ。タイムスリップ。きらめく光を受けてスポーツカーは猛スピードでタイムトンネルの中に吸い込まれる。そしてタイムトンネルの向こうに2001年の世界が忽然と姿を現した。ドストエフスキーの生涯、それは苦難に次ぐ苦難の連続だった。逆境と苦悩の打ち続く人生であった。しかし彼は決して屈しなかった。それどころか常に苦難が大きければ大きいほどそれを自己のかけがえのない財産へと転化していった。彼が代表作の一つである罪と罰を執筆したのも最悪とも言うべき状況の最中であった。笑ってと言ったらすぐ笑顔になった田浦族の子供たち。日本で古くから親しまれているキュウリはこの子供たちの住むネパールの山奥で生まれました。そしてインドで生まれたナスと別々に日本までやってきたようです。日頃私たちが慣れ親しんでいる野菜にもいろいろな歴史があるんですね。ビタミン、ミネラルなど栄養十分な野菜ですが、ロマンもたっぷりのようです。専門家でもごまかされやすいのがフグとカワハギの違いだそうだ。東京新宿のある割烹の店主は板前修行58年のベテラン。最近スーパーなどに出回ってる一人前1000円のあのフグ刺しね、あれ実はね、皮はフグでもあとは全部カワハギなんすよ、と教えてくれた。実は築地の市場でフグ刺しと書かれた皿をひっくり返して調べたところ、カワハギと小さい文字を発見した。まあフグ中毒の心配がないだけマシということか。おいやもう、誰かと思ったらそこにいるのはキューティーハニーのスケベ親父のダンディさんに、マジンガー Z のドクターヘル、そしてサイボーグ009のギルモア博士と、コンバトラー V のヨーツヤ博士、そしてジャングル大帝のヒゲ親父さんと、しかしまあ親父と博士ばっかかななんて思ってると、ムーミン谷のカンガルーのスニフでしょう、 NHK 放送ケチャップの猫シェフグーラッシュでしょう、星の子チョビンのクマンドンと、もう大人から動物まで全部やっちゃうのよね、なんて言ってるうちに外国から客人が現れた。ニューヨーク PD ブルーのシポウィッツ刑事さんに、アーネスト・ボーグナインさんと英語講座のオーソン・ウェルズさん、その後ろは夜の大捜査線でアカデミー主演男優賞を取ったロッド・スタイガーさん、いやこれはしばらくですな。へっへっへっしゃんってもう風邪ひいてまんねん。なんだいなんだい、風の神様藤井さんや、お前んか、神様が風邪ひいてどないすんねん、まったく、タリラリラー、バカボンのパパなのだ、これでいいのだ、ありゃりゃー、そちらにおられるのは明石家さんまの若旦那じゃござんせんか、うーしゅ、そうなんです、人気絶好調のあっぱれさんま大先生も数えて早14年、わしゃがえるから出っ歯の間がさす、そして今1999年度のさんま大先生の決定版、助監督のうなぎの半助と、あちょーん、いやあっしのことでごぜやす。はい、以上、富田浩生の本当に本当に欲張り黄昏はちゃめっちゃプロフィールでした。ありがとうございました。